ああ、そうじゃな。わしに人は殺せぬ。その制約だけは絶対に破れぬ。人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年の時を費やして術を練り上げてきたが、どうやら無駄だったようじゃ。なんて愚かな、なんて滑稽なのかしら。お前ももう知っているはずなのに、この世界の真実の姿を、そこに存在する命なるものが書き換え可能なデータの集合に過ぎないことを。それでもなおそのデータを人間と認識し、殺人禁止の制約に縛られるとは、愚かさもここに極まれりだわね。いや、人だとも食い狙いよ。アンダーワールドに生きる人々は我々が失ってしまった真の感情を持っている。笑い、悲しみ、喜び、愛する心をな。人が人たるためにそれ以上の何が必要であろうか。魂の入れ物がライトキューブだろうと生体脳だろうと、それは本質的な問題ではない。まゆえに誇りと共に受け入れよう。じゃが一つ条件がある。わしの命はくれてやる。あら、この状況で今さらそんな交換条件を受け入れて、私にどんなメリットがあるのかしら。さっき言うたじゃろ、ひたすら術を練り上げてきたと。戦闘を望むならその哀れな人形の動きを封じながらでも貴様の天命の半分くらいは削ってみせるぞ。それほどの負荷がかかれば貴様の心もとない記憶容量がさらに危うくなるのではないか。別に結果の分かっている戦闘ごときで私のフラクトライトが脅かされたりはしないけど、でもまあ面倒ではあるわね。その逃がすっていうのは、この閉鎖空間から下界のどこかに飛ばしてやれば条件を満たすのよね。今後永遠に手を出すななんてことなら拒否するわよ。いや、一度退避させるだけでよい。彼らならきっと。ま、いいわ。私も面白い遊びを後にとっておけるしね。じゃあステイシア神に誓いましょう。いや、神ではなく貴様が唯一絶対の価値を置くもの、自らのフラクトライトに誓え。ダメだ、これじゃ俺たちの8年前と同じだ。目の前で大切な人が奪われるのを見逃すことなんてできない。じゃが、わしにソードゴーレムは。俺たちがやる。俺たちがソードゴーレムを殺す罪を背負う。だから生きてくれカーディナル、そして力を貸してくれ。私も同意見です。騎士として司祭様を犠牲に自分だけが生きながらえるなど到底できません。意固地な奴らじゃ。分かった、力を貸そう。とはいえ無策でどうにかできる相手ではないぞ。僕に考えがあります。ユージをキリト、僕はアドミニストレーターに惑わされ君とアリスに剣を向けてしまった。それなのにその罪を償うこともできないまま、今度はカーディナルさんの犠牲で命を救われようとしていた。キリトの言う通り、僕は再び8年前の過ちを繰り返すところだった。それだけはダメなんだ。今度こそ僕が助けるんだ。カーディナルさん、僕のこの体を剣に変えてください。ユージよ、そなた。僕らがここから逃げたら、アドミニストレーターは世界中の人間たちの半分をあの恐ろしい怪物に変えてしまう。その悲劇を防ぐための最後の可能性が残されているとすれば、それはこの術式の中にシステムコール、リムーブコアプロテクション。
元の姿に戻れるかどうかわからぬぞ。いいんです、これが僕の役目。僕が今この場所にいる理由なんです。そうだ、最後にこれだけは伝えておかないと。カーディナルさん、それにキリト、アリス、最高司祭に金属の武器は届かない。だから僕はもらった探検をさせなかったんだ。そうだったのか。それじゃあお願いします、アドミニストレーターが気づく前に。ダメだ、やめろユージオ。だってもし元に戻れなかったら、お前は、お前の望みは。いいんだキリト、これが僕のなすべきことなんだ。そんな。よかろうユージオ、我が術式をそなたの決意に捧げよう。キリト、頼む、ようやく見つけたんだユージオ。分かった、カーディナルが術式を完成させるまで俺とアリスでしのげ。待ってください、私と二人だけでソードゴーレムと戦うつもりですか。大丈夫だ、俺たちなら。しかし私にあなたとの記憶はありません。あなたとユージオのようには戦えません。それなのに耐え切ることなどできるのでしょうか。これは。どうした。声が聞こえる。声、記憶がなくとも今日ここでキリトやユージオと共に戦ってきた記憶は本物だと。だからあなたは戦える、そう彼女が言っています。彼女、アリス・ツーベルク。いいでしょうキリト、彼女の言う通り、記憶がなくとも我々が掲げる思いは同じ。共にソードゴーレムへと挑みましょう。ああ、どうなる。貧相な剣一本で私の殺戮兵器に対抗できるはずもない。つまらない悪あがきをしてくれるわね、ちびっこは。せっかくの楽しい記憶に傷がついちゃうじゃないの。で
もせいぜいプロトタイプを一つ壊すくらいが限界だったってことよね。あんなものこれから何百何千個と作れるんだもの。あら、まだやる気なの坊よ。隙間をつついて私の人形を崩したくらいで随分と強気じゃない。出るもんか。ユージ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さん、ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さん。膝をつけ、首を差し出せ、標準せよ。違う、あなたはただの簒奪者だ。世界を、そこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格はない。愛は支配なり。私は全てを愛する、全てを支配する。よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。
予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認めぬ。私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。アリス、カーディナル、お見事でした。俺たち本当に倒したんだよな、アドミニストレーターを。うむ。ユージは大丈夫なのか？キリト、僕は大丈夫だよ。ありがとうございます、カーディナルさん。よかったです。そうだカーディナル、俺がここに来た理由があって。落ち着くのじゃキリト。俺、お主らが守った世界じゃ。俺たちが守った世界。キリト、もしかして泣いているのかい？泣いてなんかないよ。大体誰のせいだと思ってるんだ。俺、もしお前が死んだり剣になったまま戻れなかったらって、だから二度と一人で行こうとなんてするな。大丈夫だよキリト、僕はここにいる。それに君が僕と一緒に戦ってくれた。だからアドミニストレーターを倒すことができたんだ。当たり前だろ。いつだって俺とお前は一緒に冒険してきたじゃないか。これまでもこれからも変わらない。うん、そうだね。こうしていると毎晩一人で見上げた夜空の星を思い出すよ。ええ、とても美しい光景です。世界は僕が思っている以上に小さくて、たとえ離れていても
この夜空でつながっているんだ。ああ、どんな時でも見上げれば夜空はそこにあって、僕を優しく見守り包んでくれた。なんだかキリトの剣の輝きにもよく似てる気がするな。そうだ、キリトの黒い剣、夜空の剣って名前がいいな。どうだい、キリトとその剣ならできると思うんだ。この小さな世界を夜空のように優しく包むことが。夜空の剣、ああ、いい名前だ。ありがとう、ユージオ。ほう、どうやらユージオには命名の才能があるようですね、キリトと違って。おい、なんで最初から俺に命名の才能がないって決めつけてかかってくるんだよ。ねえ、君たちはずっとこの夜空みたいに僕のそばにいてくれたんだね。たとえ記憶を思い出せなくても、僕の魂には確かにアリスとキリト二人の思い出が刻まれていた。僕は一人きりなんかじゃなかったんだ。ああ、思い出が消え去ることはないんだ。アリスの記憶と一つになった時にも感じた。アリスもずっと僕を見守ってくれていたってね。ええ、彼女、いえ、もう一人の私はきっとあなたたちを待っていたのです。アリス、不思議ですね。記憶はないはずなのに、こうしているとどこか懐かしい気がします。ああ、俺もだよ。あ、あの星、なんだろう、名前が思い出せないな。一番強く光ってるんだけど。ね、どれだよ。あれではないですか。あれとかあの星じゃ分かんないって。俺たちはアドミニストレーターを倒し世界を守った。ただ最終負荷実験を控えている以上、これから先に何が待ち受けているかは分からない。それでも人によって作られたこの世界は確実に変わっていくだろう。人々の魂が悩み迷いながらも輝くことのできる世界へと。キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと、こっちじゃ、ついてこい。システムコンソール、一体これは。これは外の世界とつながるための道具だ。外の世界、アドミニストレーターは君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれキリト、君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界、リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でもどうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージオ、今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージオ、
君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。ありがとうキリト。こちらこそありがとうユージオ。お前がいなかったら俺もここまで来られなかった。話は済んだかな。問題はまだまだ残っている。来るべき暗黒界との戦争、そして聖豪騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。じゃがまずはキリト、お主の問題が先じゃ。ああ。エクスターナルオブザーバーコール。キクオカさん、聞こえるか？キリト君、キリト君なのか？久しぶりだな、キクオカさん。なんてことだ、記憶がロックされていないのか？俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは話さなければいけないことがたくさんある。キクオカさん、あんたのしたことは。キリト君、これは。キリト！カーディナル様、一体何が？わからん。肉体への傷はおろか、天命の現象も一切ないようじゃ。キリト君、返事をしてくれ。お主、キリトに何をしたのじゃ？君は？わしはキリトの友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか？いや、こちらからは何も。そうか。キリトはお主と話している最中、いきなり倒れたのじゃ。なんだって？キリト君は無事なのか？生きてはおるが、呼びかけに答えん。至急、原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは一度切らせてもらう。話は聞いておったな。ひとまずキリトの体を安全な場所に移す。それからどうするんです？キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたらアドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずはキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか？はい、私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか？氷協会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを聖豪騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である聖豪騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる。無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかはアリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か？はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった、頼んだぞアリス。その後、おじさまを目覚めさせ、集合した他の聖豪騎士たちにも事の経緯と最高司祭様の真実について説明していると。聖豪騎士様。何事ですか？今は騎士だけが参加を許される重要な会議の最中なのです。も
申し訳ありません。ですが、非常事態でして。構わねえよ。行ってみろ。それが、空から人が。空から？我々を愚弄するのも大概に。本当なのです。上空からセントラルカセドラルの1階へ何者かが突如舞い降りてきたのです。そいつは何だ？キリトという名前を口にし、そのものを探しに来たと。キリト、おじさま。ああ、何せよ油断するなよ。わかりました。それでは行って。あなた、キリトを探していると聞きました。ええ、そうよ。何者ですか？ここはセントラルカセドラルの敷地内です。許可なく侵入することは許されません。私の名前はアスナ。あなたの敵ではないわ。それは私が判断することです。あなたは空から舞い降りたと。一体どこから来たのですか？驚かせてごめんなさい。本当は直接キリト君のところに行きたかったんだけど、あなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い、彼に会わせて。キリトは今他人に会えるような状態ではありません。それは知っているわ。あと、私はキリト君にとっての他人じゃありません。少なくともあなたよりは親しい間柄よ。それを信じろと。ええ、信じてもらうしかないわ。それでもダメなら力ずくですか。キリトに会うには複数の聖豪騎士を倒し、このセントラルカセドラルの塔内へ進む必要があります。あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが。たとえ無謀だとしてもやるわ。キリト君を救うためなら私は何だってする。そのためにこの世界へ来たんだから。この世界へ。まさかあなた、キリトと同じリアルワールドから来た人ですか？リアルワールド？あなた、なぜそのことについて知っているの？倒れる直前、キリトに聞きました。それなら話が早いわ。私を今すぐキリト君のところへ連れて行って。彼が陥っている状況が分かったの。うまくいけば彼を回復させられるわ。わかりました。キリトの元へ案内します。ありがとう。ところであなたの名前は？私はアリス。アリスシンセシスサーティ。アリス、あな、どうかしましたか？いえ、何でもないわ。急ぎましょう。ここです。アリス。キリトの様子は？ダメだ、倒れた時と変わらないよ。そちらは？彼女はキリトと同じリアルワールドから来たそうです。彼を回復させることができるかもしれないと。キリト君、ようやく会えた。大丈夫、私が必ず助けるから。もう少しだけ待ってて。はじめまして、アスナと言います。わしはカーディナルじゃ。ユージオです。アスナとやら、キリトの状態について詳しく聞かせてくれ。わしの方でもいろいろと調べてみたんじゃが、回復の手立ては見つけられんかった。キリト君が倒れた理由はフラクトライト、魂へ何らかの攻撃を受けたようなんです。
それによって魂の中心にあるセルフイメージと呼ばれるものが喪失してしまった。セルフイメージ？セルフイメージとは一体何ですか？それは意思決定を行う場所で、主体や自我とも言い換えることができます。主体や自我？ええ、少し難しいけれど、自分がどんな人間であるかという自己認識のことも指すわ。そこが喪失してしまったことで、キリト君は自閉状態に陥ってしまったそうなんです。なるほど。主体、自我、自分がどういう人間であるか、整合騎士である私の人格が作られたものであった以上、私という人間は一体何なのだろう。私の自我とは、つまりわしらからの接触や呼びかけに対して自らの意思で反応することができないと。いそのようです。ふむ、アドミニストレーターは魂に対する様々な実験をしていた。中には人格を喪失してしまう被験者もいたからな。その実験結果を利用し罠を作ったのかもしれん。しかし、そのような状態のキリトをどうやって回復させるのですか？私たちはキリト君が倒れてから彼の状態をリアルワールドから調べ続けていたの。その中で何度かキリト君の魂が活性化する瞬間を確認できたわ。私たちはどんな時に魂が活性化するのかを調べて、そしてアリスさんとユージオ君、僕たちが一体どういうことですか？二人がキリト君に触れた瞬間、彼の喪失したセルフイメージが回復したの。なぜそのような現象が起こったのじゃ？接触によってアリスさんとユージオ君の魂がキリト君と一時的につながったようです。それが起きた理由は、おそらく二人がキリト君に関する記憶を持っているからだと推測しました。キリトの記憶ですか？ええ、二人の持つキリト君のイメージ、つまりキリト君はこういう人間だという記憶やイメージが、キリト君の失ったセルフイメージを補完して彼の魂が活性化したみたい。他者の中にあるキリトの情報がキリト自身を再び形成しようとしているということじゃな。それじゃキリトに触れ続ければ？それは難しいみたいなの。セルフイメージを回復させるにはキリト君に関する記憶がもっとたくさん必要なの。アリスとユージオが知るキリトがキリトの全てではないということじゃな。はい、完全に回復させるにはより多くのキリト君と親しい彼をよく知る人物が必要です。しかしキリトはこの世界の住人ではありません。関わった人物もかなり限られるはずです。ええ、だから外から呼ぶことにしたの。リアルワールドから彼の友人たちがこの世界へやってくるわ。彼女たち？よかった。リアルワールドからの来訪者たちをこの場所へ導く必要があるようじゃな。おそらく彼女たちは私が出現したのと同じ場所に現れるはずです。まさか、いえ、このものならば。どうかした？いえ、別に。それでは参りましょう。僕も行くよ。わしはここでキリトを見守る。頼んだぞ。